どうも皆さん、こんにちは。ほーです。フランクリンさんのお金持ち生活やっていきたいと思います。フランクリンさんは現在お昼寝中です。気持ちよさそうだね。ちょっと待ってくれなんだこれは。一体何があったんだ。嘘だろー。なんだこれマジか。とんでもないことになってるぞ。本気で言ってんのかこれ。飛行機がフランクリンさんの家に突っ込んだぞ。フランクリンさん急いで着替えるんだ。脱出だ。家から逃げ出せ。急げ急げ。家が燃えちゃう前に早く早く早く。とんでもないことになっちゃったぞ。もう何も持っていくもんがないんだけど。よし。うおー、ちょっと待ってすげー、宇宙人が目の前にいるんだけど申し訳ございません。やっちまいました。飛行機を墜落させてしまいました。このことは誰にも言わないようにお願いします。お詫びとして特別なプレゼントをあなたに差し上げますので、絶対誰にも言わないでください。このことは絶対誰にも言わない。そのプレゼントやらというのを見せてくれ、宇宙人くんよ。もう見てくれ、フランクリンさんと宇宙人が握手しましたありがとうございます。1秒あれば元通りにします。じゃあやってもらおうじゃないか。いくよ。3、2、1、どーん、すげー。見てくれ、さっきまでここに飛行機が墜落してて、もうなんかめちゃくちゃなことになってたのに、綺麗さっぱり。どうなってんのこれ。すごいな本当に、1秒で直しちゃおうなんて。見ましたか、これが宇宙人の力です。マジですげーよ本当に。で、ところでプレゼントは一体何だい。あなたはきっと喜ぶと思います。車庫を見てください。ということで、それでは見に行きましょう。何が入ってるのかな。オープン。おー、すげー、マジかースーパーカー入ってたぞこれ。めちゃくちゃレアなスーパーカーだぞこれ。こちらはロスサントスに1台しかありません。あなたに差し上げます。マジかよ、嬉しすぎるぞ本当に。これはちょっとびっくりだね。しかもゴールデン仕様になってるぞ。すっげーかっこいい。じゃあ早速乗ってみますか。宇宙人くんとんでもないね、こんな車を持ってるなんてね。かっこよすぎでしょ。それじゃあ早速テストドライブに向かいますか。宇宙人くんも乗ってくれ。わかりました。お詫びとしてさらにもう一つプレゼントがあります。そちらまで向かいましょう。マジか、まだプレゼントくれるの、すごいね。めちゃくちゃ嬉しいよ。さあそれじゃあ行くぜー、出発。うおー、ちょっと待って、速いこれすげースピード出るんだけど、危ないな。うおー、ちょっと待って、速すぎこれはちょっと目立ちすぎるよ、レアすぎるし。これが運転席視点だ。これグロッティの車両みたいだね。でもロスタントスでも1台しかないというね、レアすぎる車両です。めちゃくちゃ爆発するね、すごいぞこれ。さあ次はどんなものをもらえるんでしょうか。さあどうやらこの先にプレゼントがあるみたいなんだけどね、どんなものなんだろう。楽しみすぎるでしょう。どいてー、嘘でしょ。やっちゃいましたね。でもお任せください、これも一瞬で直します。おお、すげえ、傷が治ったぞマジか、さすがだよ。これなら安心して乗れるね、どんだけぶつけても大丈夫だ。おお、ここを曲がればいいんだね。もうすごい高級住宅街に入ってきてるんだけど、もしかしてお家をプレゼントしてくれるのかな。そうなのかな。え、でもなんもないぞ。着いたんですけど、ただの崖なんだけど。じゃあここで止めとこうかな。ここまで来たんですけど、確かに景色は綺麗だけど何もないよ。悪いとしてここに大豪邸をプレゼントします。すごすぎでしょ、マジか。こんなレア車両までもらっちゃって大豪邸まで建ててくれるんだね、すごいねそれ確かにここ何もない場所だもんね。ここに大豪邸ができるみたいで楽しみすぎる。一体どれぐらい時間かかるんだい。これに関しては少しお時間いただけますが、1日もあれば十分でしょう。よし、ありがとう、楽しみにしてるぞ。おお、すげえ、宇宙人くんが工事を開始してくれてるぞマジか、一人でやんのもしかして。うぅ、これは大変だ。でもまあ明日までには終わるでしょう。暑いな。本当に終わるのかな、ちょっとわかんないんだけどねまあフランクリンさん、ちょっとドライブでもしに行こうかなと思います。そしてこの車一体何キロ出るんでしょうか。本当にちょっとスピード出そう、
試してみたいと思いまーす。早いぞ。200キロは普通に超えるよね。300キロは行くんでしょうか。いけー、200キロ出してくれー。200キロ行ってるー。早ーブレーキスピード出すぎでしょ。こんだけもスピード使わないよ、普通の道路で。おー、快適すぎでしょ。めちゃくちゃ快適だね。素晴らしいよ。さあ、そしてシミオンの店にやってきましたさあ、シミオンの店にこれ売りつけたらどうなるんでしょうか。もらっちゃったものを売っちゃうっていうね、とんでもないことだけどまあ撮影してもらうだけです。実際に売るわけじゃないからね。おーい、シミオン出かけてんのかな。これ見てほしいんだけど、すごいんだよ。あれ、どこ行っちゃったの。トレバーさんと出かけてるみたいだね。あ、ジョニーくんが帰ってきたぞ。おー、ジョニー見てくれよ、すごいスーパーカーゲットしたんだよ。これはすごいよ。めちゃくちゃ高く売れるんじゃない。やっぱそうだよね。でもね、これ売りたくないんだよね、フランクリンさんまあちょっとね、自慢しに来ただけなんだ僕も乗りたいということで、一緒にドライブすることになりました。それじゃあ行きますか。出発するぜ。だからめちゃくちゃスピードアップするよ。行くよー、加速ー、うおー、早すぎでしょー。フランクリンさんとジョニー君の組み合わせめちゃくちゃ珍しいよね。そして今の時間は、おお、めっちゃ綺麗。もう夕方になっちゃってるみたいだね。すごい走りまくってたね。おお、綺麗すぎでしょこの夕日。さあ、ちょっと混んできましたね。だけど大丈夫、この車こっち側から行くよ。うおー、速いえー。そして見えてきた、眩しいよこれ反射すごそうだね。めちゃくちゃ神々しく輝いてるぞこれは。おー、めちゃくちゃ海も綺麗だね。同じ色だぞこの車と。素晴らしい。皆さん、おはようございます。朝になりました。フランクリンさんの大豪邸ザ・ビッグ F にいるんだけど、こっからでも宇宙人くんが作ってくれた豪邸が見えるんじゃないかなと思って。見えたー、すげーぞ。じゃあちょっと双眼鏡で覗いてみようかな。これで間違いない、すごいぞ今までここに何もなかったからね。ついにできたんだね、すげえ。宇宙人くん最高。あ、そしてジョニーくんもやってきたんだね。一緒に見に行きたいみたいだ。出発するぜー、行くぜー。もうすぐ近くに大豪邸ができちゃうなんてね。さあ、楽しみだ。どんな大豪邸になってるんでしょうか。でけえぞ、こっから見ても。やばすぎる。一体何階建ての豪邸になってるんだ。すごいな、こんなの一日に作ってしまうなんて。何もなかった場所に、とんでもないものができてました。あ、宇宙人くん。おーい、やってきたぜ。見てください。ついに完成しました。いや、マジかよ。すごすぎるってば。しかも車まで用意してくれてるの？マジで言ってんの？スーパーカーまでプレゼントしてくれるのか。めちゃくちゃ太っ腹だね。最高だよ。それではちょっと上空から覗いてみましょうか。でっけー、マジで巨大だなこれ。しかもこのプール見てくれよ。学校にあるプールみたいなデカさじゃない？すごすぎじゃないこのデカさしかもなんと5階建てになっております。やば入ってみたいと思いまーす。うおー、家の中にまでスーパーカーがあって水まであるぞすげーマジで言ってんのかこれ。広すぎてびっくりだね。こっちにはテレビがあります。めちゃくちゃいい眺めだな。時計デカすぎでしょ。キッチンもあって、すごいな。最高の眺めだぞこれ。めちゃくちゃいい家だ。じゃあそして上の方行ってみようかな。これでさらに一番高いとこだね。おお、めちゃくちゃ広い。広すぎる。一人で住むのもったいないレベルなんだけど、一体何人と住めるんだこれ。そしてこっち側見てみよう。ここがお風呂になってんの。広すぎでしょお風呂だけで。で、こちらが最初のエリアだね。さらに下の段行ってみましょう。見てくれ、なんか YouTube の撮影でもできるぞこれは。めちゃくちゃ本格的なカメラがついてるんだけどこれ完全にテレビ局なんだけど、すごいな。ロサントスの皆さん見えてますか？ちょっと普通の自宅では考えられない設備になってるね。音響スタッフがここに来てくれるのかなマジで本格的なんだけど。なんじゃこりゃ。レコーディングスタジオみたいになってるぞ。
すごいな本当に。これ完全テレビ局なんだけど。じゃあそしてさらに下行ってみましょう。さあここはどうなってるんだ。ここも広ー。やったー、ここでご飯とか食べれるのかな。すげー、バーカウンターみたいになってるぞ。もうどの階も眺めが良すぎるんだけど。素晴らしいぞ。さあそしてさらに下に行ってみようかな。そうすると学校のプールだー。あ、ここガラスになってたなのでこっから行かないといけないのかな。ここもガラスだね。どっから行けばいいんだ。こっからか。おお、ここにもなんかスーパーカーがあるんだけどこれもったいないよね。こんなとこにスーパーカーあっても使えないもんね。これ実際にエンジンかかるのか。やってみましょう。これもしかして本物のスーパーカーじゃない。なんてことだ、これ本物のスーパーカーだぞ。マジで贅沢すぎるんだけど。何の使い道もないもんね、こんなとこ置いてあっても。ただの飾りのスーパーカーで、すごいな。そしてここがベッドだ。めちゃくちゃ広いわこのプールでかすぎ。あ、こっちにも水があったんだ。そして広、信じられないよこの広さは。宇宙人くん、君マジで天才だよ。これお金って払わなくてもいいのかな。もちろんです。飛行機を墜落させてしまったお詫びです。よかった、ありがとうそれじゃあ私は宇宙へ戻りたいと思います。またいつでも来てくれよな。ということで帰っちゃったね。めちゃくちゃ寂しいよ。もっといてくれてもよかったんだけどね。最高の家だよ。あ、ジョニーくんが早速プールで遊んでるぞ。こんな広いプール初めてだよ。いや、すごい楽しそうだね。そしてシミオンとトレバーさんもやってきてくれたんで、どこにいるんでしょうか。シミオンはこのバルコニーにいるのかもしれないぞ。おー、やっぱりそうだ、寝てたね。このベッド最高だな。すげー楽しそうだね。そしてトレバーさんは一体どこにいるんだ。もしかしてこれは絶対スーパーカーを取ろうとしてるのか。あー、いたいたいた、見つけた。やっぱりこのレアなスーパーカーを取ろうとしてるぞ。見つからないうちに早く取っちゃおっと。まずいまずいまずいレアなスーパーカー取られちゃいそうだ。フランクリンさんどうするんだろうね。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら、バイバーイ。